みなさんごきげんよう、デジマクッキングのチャオです。今日は温床の伝統的な朝ごはんであるもち米ごはんの作り方を紹介します。普段は中華揚げパンと組み合わせて食べますが、今回日本の仙台風で代用アレンジしました。さあ始めましょう。もち米1合をよくすすぎ洗ったら、炊飯器のボウルにもち米と目盛り1合分の水を入れて、炊飯のスイッチを押してください。仙台風は中華揚げパンの代用として、裏面に記載されている説明通りに下処理をしてください。風一本を使い、2から3センチ幅の輪切りにしたらボウルに入れてください。たっぷりのぬるま湯を注ぎ入れて、20分程度浸しておいてください。あらかじめ干し豚骨5個洗って水で戻しました。石突きを切り落としたら、軸と傘を切り分けてください。傘をスライスに切ってから、みじん切りにし、軸も細かく切っておいてください。干し豚骨の戻し汁を捨てないで、後で使います。豚ひき肉 220g を用意してください。生姜 15g とニンニク 3×8g をみじん切りにしておいてください。万能ネギ2本を小口切りにしてください。浸して柔らかくなった風をよく絞って水気をしっかり切ってください。風を細かく切ったらお椀に入れてください。片栗粉小さじ2をまぶして入れて、よくかき混ぜてください。鍋の油を中火で熱したら、麩を入れて、ほぐしながら焼いてください。表面がこんがりと焼き色がつき、カリカリになってきたら、火を止めて、取り出して油切りにしておいてください。鍋をそのまま中火で再び加熱したら、豚肉を入れてゆっくり炒めてください。肉全体が白くなってきたら、小胡椒大さじ1、白胡椒3、4振り、5コーフ7振りをかけてよく炒め合わせてください。肉から油が出るまで炒めたら、生姜とニンニクを加えてください。香りが立つまで炒めて、豚骨を入れて、油が馴染んだら、肉と炒め合わせてください。途中、油が足りなかったら足してください。そして醤油大さじ2、オイスターソース大さじ1、たまり醤油があれば小さじ1、干しエビ少々加えたら、よく炒め合わせてください。調味料が馴染んだら、干し豚骨の戻し汁 400ml を注ぎ入れてください。材料煮汁に浸すようにしたら、蓋をして沸騰させてください。沸騰してきたら、お玉でアクをすくい取ってください。できたら、とろ火に変えて、蓋をして10分ほど煮続けてください。10分経ったら、強火に変えて、さらにかき混ぜながら1分程度煮詰めて、お好みの塩加減にしたら、火から下ろしてください。炊き上がったもち米ご飯を碗に盛り付けて、焼いた麩をパラパラ乗せてください。そして肉ソースを汁ごとその上にかけ、かつお節と万能ネギを散らしたら、お召し上がりください。豚ひき肉と豚骨と干しエビの旨味が溶け込んだスープをかけたご飯はまるでジューシーなそぼろ丼のようです。もちりとしたもち米とサクッとした風の食感が独特で、干しエビの海鮮風味がアクセントになって食欲をそそります。スープを吸い込んだご飯はお茶漬けのような感じで満腹感もあり、朝ご飯だけでなく昼ご飯としても最適です。ぜひ作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。